サンクトペテルブルク時事、4強が出揃ったサッカーのワールドカップ、ザブリュー杯、ロシア大会が大詰めを迎える。2日間の休養日を挟み、10日から準決勝が行われる。10日はサンクトペテルブルクで午後9時、日本時間11日午前3時から、5大会ぶりの優勝を目指すフランスが、ブラジルや日本をどけて初の決勝進出を狙うベルギーと対戦。11日はモスクワで午後9時、同12日午前3時から、1990年イタリア大会以来28年ぶりに準決勝に進んだイングランドと、3位に入った98年大会以来の4強入りを果たしたクロアチアが顔を合わせる。時事通信社、